寧夏海賊自治区は中華人民共和国西北部に位置する自治区である。忍種やホイ族自治区とも呼ばれる。主婦は銀河市。自治区北部は内蒙古自治区、南部は甘粛省と接する。東部の一部は潜水省と接している。自治区は黄河の上流域に位置し、地勢は全体として南が高く北が低い。 南部は、大ド工芸や六皿山地が大部分を占め、北部は、冥カ平原が大部分を占め、西北部はガラン山が占めている。高画沿いの冥カ平原には、銀河をはじめとする都市が集中し、人口も集中している。中部の片原より、北は北部、南は南部と区分されている。砂漠化が進んでいる地域の一つでもある。1月の平均気温は、北部がマイナス10度。 南部がマイナス8度、7月の平均気温は北部が22度、南部が18度で北部が南部より温度差が大きいのが特徴である。年の平均降水量は北部が約200ミリ、南部が500ミリで南部が湿潤で北部が乾燥している。海賊はイスラム教徒で長年の根結のため外見上は漢族と見分けがつかないが起源は現代に 中国に流入したトルコ人、ペルシア人、アラブ人などの再起民族とされている。海賊が自治区人口の3分の1を占め、残りはほとんどが漢族である。真の属地の北地軍であり、漢代には一日型軍となった。宋代には東高民族が勢力を拡大して聖火王国を建国した。聖火の国とは京ヨロコビフにあり、シルクロードを抑えて、 合情を誇るもモンゴル帝国に侵攻され、チンギスハーンは聖火遠征中にロクサラさで死去した。現代にネイカロが設置されたが、この頃から西方民族が流入してイスラム化が侵攻した。民進大にはネイカフが設置されている。1591年に起きた明朝への反乱であるハイの乱は別名、ネイカの乱とも呼ばれている。 中華民国成立後も甘縮省寧夏道とされたが、1929年に寧夏省が新設された。六番山は朝鮮最後の難所となり、中国共産党が実行支配する戦艦令変区も成立した。中華人民共和国成立後は甘縮省寧夏地区とされたが、1958年に昭級の寧夏海賊自治区が設置され現在に至る。 イカ海賊自治区はご地球史を管轄する。黄河が流れるイカ平原は、昔から魚や米がよく収穫され、天下黄河と見姉カと言われた。農業における主要な作物は、北部では小麦、米、とうもろこし油な天才スイカ等、南部では麦、ゴマなどがある。また、自治区は中国でも上位に位置する著名な羊の毛皮の産地で、中国各地に売られている。 国際的にも高品質の石炭、太日石炭を産出する。また、石膏の埋蔵量は中国一。ありがとうございます。